ハンツビル病院トラムシステムはアメリカ合衆国アラバマ州ハンツビルにあるハンツビル病院システム複合体の一部として位置づけられたオートメーテッドピープルムーバーシステムである。延長580メートルのコンクリート製ガイドウェイ上で運行されておりトラムがハンツビル病院婦人科及び小児科胸とハンツビル病院の連絡に役立っている。完成時には等 アプムはデューク大学医療センター、患者高速輸送機関の後のアメリカ合衆国における2番目の病院ピープル、ムーバーシステムであった。2010年1月現在、当、アプムはアラバマ州における完成された唯一のアプムシステムである。当、アプムは、ポマ及びオーティスエレベーターカンパニーの合弁会社である、ポマオーティストランスポーテーションシステムズによって、 開発されており、ブラスフィールドゴリーによって建設され、最終建設費用が1090万ドルとなる2両の車両システムが完成した。2本の580メートルのコンクリート製ガイドウェイは、地上より高さ9.1メートルの高架となっている。運行には、毎年28万ドルの費用がかかっており、ハンツビル病院トラムシステムは、 一日あたり、約2200人の乗客を取り扱っている。車両は、スイスのガングロフ社によって設計された。各車両は、着席人員3人及び立席人員38人の乗客を扱うことができる。さらに、患者の搬送のために、病院で使用されている最大のベッドを収容できるように、各車両が設計されていた。当システムは、 主要なハンツビル病院の建物とプラザリソースセンター及びフランクリンメディカルタワーの中間に停留所があるハンツビル病院婦人科及び小児科棟との間で東西方向に走行している。当システムは様々な駅に到達させるためにローカルモード及びエクスプレスモードの2つの別々のモードを提供している。ローカルモードは主に北側のトラックに沿って移動しており4つの 停留所にすべて止まる。エクスプレスモードは主に南側のトラックに沿って二つの終点の間を移動するだけである。ハンツビル病院のためにトラムシステムを開発するという考えは1997年中頃に最初に提案された。両方の駐車場の問題及び広大な病院キャンパスの独立した建物間を簡単に連絡できる解決策として トラムは提案された。さらに、1994年のハンツビル病院と、旧ヒューマノ病院の統合及び改革によって、重複したサービスを排除し、各施設からの患者及び医者の容易な搬送を提供するために必要となるトラムの開発となった。1998年12月では、その建設を考慮に入れるために、ハンツビルゾーニ人グ調整委員会からいくつかの 資産分散の承認を得た後にシステムの計画は前進した。2000年初頭には2001年夏に予定される初開業に向けてシステムの建設が開始されると思われた。しかし、建設の遅れ及び同年9月11日発生のテロ事件の結果として当システムに沿った警備強化の必要性により当システムは2002年6月19日まで 開業されなかった。トラムの利用によって2004年までに年間約4500回の救急車搬送及び2つの主要施設間の1 0人シャトル版2台の使用を排除することができた。車両移動の発生回数の削減により、ハンツビル病院はハンツビル市待機汚染防止委員会より2004年の産業待機汚染防止厚労省を受賞した。ありがとうございます。